広い鉄哲夫は、日本の漫画家。岡山県最大人市出身。本名、広い鉄哲夫。パチンコ漫画の、小石川の鉄一発逆転。の作中や、ウェブ上の BBS では、小石川の鉄、岡山の鉄、鉄形態などと名乗ることから、ファンからは、鉄先生と呼ばれ、伝われていた。中山河津などの古くからの漫画家仲間たちからは、 てっちゃんと呼ばれていた。オートバイとパチンコとタバコをこよなく愛した。車、戦闘機などの乗り物やパソコン、カメラなどのメカも好み、愛用のパソコンのパーツ集めのために、秋葉原によく愛車のホンダ CS90 改めて出没した。弟子の育成も得意とし、拾いの弟子を経て活躍する漫画家は多い。自分は賞を取らないが、 弟子の中には賞を取った者もいる。作品は等身を大きな題材が多く、本人も作品同様に等身大的な人付き合いすることで知られていたが、拾いをしたう漫画家仲間は多い。また、多くのファンとのいろいろな交流があり、ファンと作家の関係を超えた付き合いを数多くのファンと行い、さらに友人やファンを自分の作品に描くことでも多くのライバーや、 パチンカーに親しまれた。1982年、ミスターバイク8月号に、W1 ララバイが掲載された。以降、続編になる作品を不定期ながら連載した。また、同バイク雑誌に1986年4月号から1986年9月号の間の連載で、月 e t It という本人自身が行ったアメリカ横断ツーリングを、 漫画にした作品が掲載された。これは1988年に、ミスターバイク5月臨時増刊、ライダーズラプソディに、最大ジブルウスなどの作品と共に収録されている。ミスターバイク5月臨時増刊、ライダーズラプソディから20年後の2008年、ミスターバイク1月号に、最大ジブルウスパート3が掲載された。さらに、ミスターバイク2月号に、 最大ジブルウスパート4が掲載され、広井の最後の作品である、最大ジブルウスパート5.5が、ミスターバイク11月号に掲載された。この、最大ジブルウスのシリーズは、広井自身の若い頃のエピソードや家族に故郷である、最大寺を題材にした作品である。パチンコ天国でも創刊から2007年まで漫画を連載した。 ヒいの愛車ホンダ c s 九十開かつての愛車、川崎 w 一 s a ハット、漫画、谷村人志ドンキホーテのパチンコ天国の、小石川の鉄一発逆転、の作中で読者のメールを読むシーンで、小石川の鉄様や、鉄先生と呼ばれていた。最大ジブルスパーと四キャノンボールに乾杯、小石川の鉄一発逆転、などの作品中にて、 最大ジブルウスパーとサンが余裕を取りすぎて入稿を落とし翌月号であるミスターバイク2008年1月号に掲載された2008年12月号の漫画谷村人志ドンキホーテのパチンコ天国の広ロ子のプチバに締め切りを守らないエピソードが当人と共にギャグとして描かれたミスターバイク1988年5月臨時増刊 ライダーズ・ラプソディの目次、世界の歴史、手塚治虫監修の世界史など。他に、少年画報社版の単行本、W1 ララバイの刊末に担当者の記事の中に、他人の仕事の手伝いをしていた記述もあった。当人の HP の中のこちらを参照。ミスターバイク2008年11月号、104ページの、隠れが直送、ノブヤビンに、 当人の人柄などにも触れている。少年画放射版の単行本、w 1ララバイの刊末に担当者の記事にもある。ミスターバイク1988年5月、臨時増刊、ライダーズラプソディア、当時のミスターバイク本誌に、アメリカ横断のツアーなどの特集が掲載されて、当時のバブル期もあって、オートバイによるアメリカ横断のツーリングを行うファンが多かった。 ありがとうございます。